こんにちは、新田です。新田のダンススクールやってまいりました。はい、今回はボリューム第39だということで NCT 一のスーパーヒューマンでございます。はい、今回はですね、足やばいっすよ。動きはシンプルなんですけど、組み合わせ方がね、えげつないですね。死んじゃう。外からのクラブステップっていうところがあるんですけど、大変あかん、ちょっと脅しの癖がついちゃってるっていうのもあるんですけど、まあ、皆さんにとってはね、そんなことはないでしょう。そういうこともちゃんと考慮した上で動画をね、解説しておりますので、お楽しみにしていてください。ですね、なんとこの前のトワイスの動画でチャンネル登録者数1600人突破しました、わーって言ってたんですけど、なんとですね、1800人を突破いたしました。中国の方はね、アイスウォーターを飲まないらしいんですよ。冷たい水は体に毒だっていうその考え方があるらしいです。今はどうか分かんないです。僕も聞いた話なんですよ。というわけでですね、今回は、東洋医学についてね、お話をしようかなと思っております。アジア圏内、特に中国とか、韓国とか、そういうところでこう広まってる医学のお話ですね。で、漢方って聞いたことあります？漢方、はい、あれはまさに東洋医学のお薬とかね、メディシンなんですけど、いわゆるその頭痛薬とか市販の薬、一般の病院で出してるお薬っていうのは西洋医学に基づくお薬で、漢方っていうのは東洋医学に基づくお薬なんだそうですね。病気があるじゃないですか。例えば風邪ひきましたとか、ウイルスがある。このウイルスっていうのは、例えばこの地面に葉っぱが生えてます。で、その葉っぱをこうスカッて切るのが薬、西洋医学の薬で、東洋医学の薬はその草を切るんじゃなくて、その草が生えてる根っこから抜くのが東洋医学らしいです。さあ、定かでないこのね、お話を皆さんはどこまで一体信じるのかというところですけどもね、嘘ではないと思う。多分東洋医学ってそういうものらしいんですよ。そういうのも踏まえて、ぜひ皆さんもね、漢方を毎日飲んでいただければ。まだ漢方飲んでない方いたら、ぜひ漢方も試してみてください。非常にいいらしいですよ。モデルの方とかね、やってるらしいですよね。ふわっとしたね、もう薄い情報しかないんですけどね。こんな感じで実際に行ってみたいと思います。それじゃあ行きましょう。今回の国はニュージーランドです。どうぞ。はい、さあ行きましょう。スーパーヒューマンです。まずここ肩をぐーっと広げてあげて落とします。その時に手もドン下に入れてあげましょう。で、そこからかかと1、2、3、4、5というふうに、かかとからかかとつま先、かかとつま先っていうふうにどんどん広げていってあげます。で、これに合わせて肩、右肩、左肩、右肩、左肩っていうふうにやります。に合わせて首を横にアイソレーションですね。このアイソレーションを使ってあげて1、2、3、4、5、6の時に両手を広げて体を落とします。で、ここから右手からウェーブを通してあげて、左手についたと同時にジャンプします。ジャンプ、はい、で、その時には左の足に乗ってあげるようにジャンプ。で、そこから浮いた右足で蹴ってあげて、ついてあげる。というか、この足の裏で地面をキュッて掘ってあげるイメージで、ちょっと蹴り上げていただくといいと思います。それに合わせて、この首を一瞬、グッ、下に、アイソレーションですね。グッっていう風に取ってあげましょう。これやり方は、なんかこう飛んできた時に、うわ、危ねっていう風に避けてあげるイメージ。こういう風に棒があったら、それをこの高さ変えずに、避けるイメージ。前を向いたまんま避けてあげるイメージを一瞬でやってあげます。はい、で、ここで着地したら、ここからクラブステップ、パッ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 というふうに2回クラブステップをやってあげます。1&2で、その時に手は右手左手というふうに大きく手を出してあげましょう。手首を曲げてあげるとかっこよく見えます。パッパッパッ、前傾になるところも大事です。で、ここから1、2来て3つ目でポーズを取ってあげます。
はい、右手をグッと出してポーズ、はい、これちなみに B メロですね。 A メロの場合はあのプラクティス動画を見たりとかやることは一緒です、うん、クラブステップしてどっちかが止まってとかというふうになるので、まあ、そこは動画を見ながら研究してください。でここまで来ました。そしたら、移動します。ドゥ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 移動してあげて、今度は手をブンと広げてパン下でクラップします。でその時に足はジャンプ、こんな感じですね、手をブッと広げる時に一番伸びきった状態の時にかかとがパッとつきます。でここから手がパンクラップして、手を開いてあげると同時に体をちょっと左側に持ってきてあげて、右足で蹴り上げると同時に右手が上がります。はい、これをやるとパンパンハートンカという風に感じですね。パンハーっていうこのためがないです。パンハートンで蹴ってあげる、で蹴って着地で、着地したら次がちょっと難しい。ここから着地した時の足を見てください。ガニ股になっててほしいんです。着地、はい、でここからつま先を起点にして重心を置いてかかとをはっはっ2回外に出してあげる。これが難しい。僕はめちゃめちゃここ手こずってます。パッパッ、はい、で止まってあげて体を落として、今度はクラブステップ、はい、ここに合わせて手が右手から右上左上で下げて左下右下というふうにやってあげます。これに足がつくとジャンプ着地はっはっあはっはっというふうになります。ちょっと難しいんですけど頑張りましょう。でここからこの手を上に持ってきます。で下げますの動きに合わせて、今度は右足左足右足というふうに出してあげましょう。でこの時のコツは足をスちょっとスケートみたいな感じで出してあげるんですね。ただスケート の足だけでいくバージョン、スケートは上半身もこうついていくじゃないですか、それの足だけついていくバージョン、実際にスケートじゃありえないんですけどタピオカがありえないんですけど、あの腰が遅れてついてくるんです。グーングーンで、つま先を引きずるイメージ、グーって引きずるイメージ、それに合わせて腰が入ってって体が乗ります。つま先腰乗ります。体がちょっとこう遅れて入ってくるイメージですね。これを右足左足右足、そしたらこの右足を一旦クッインサイドして、もう一回外にパッと開きます。はい、そしたらパッと開くときにちょっと上体もグッアクセントで入れてあげる、ちょっと斜めに傾けます。でここから両手を出してきます。人差し指と人差し指ぶつかります。ぶつけたらこの手をファーッと広げていきます。その時のアクセント、足見といてください。ワンエンツー、2回アクセントをしてあげます。その時に両膝が左2回やるときにワンツー、手を開いていくと。でこの手を下げて左足で1回踏んであげて、右足を出して回ってあげます。でもう1回左足をトトト出してあげて、トンつけたらボディウェーブ、バックウェーブを通してあげます。ドドドドド、これのやり方は後ろにちょっとあで倒れそうになるイメージで、この倒れそうになって最後に顔が上がるのを、体がこっちに傾くんじゃなくて真上の状態でやってあげると、要するに言ってしまうとこの猫背の状態から体を起こしてあげるっていう意味ですね。顔が大事です。頭のあーっていうアクセントが大事なので、トンパっていう風にやってあげました。あんまりこういうごついボディウェーブじゃなくていいので、ドン引きずられて体が引っ張られて顔が最後に上がるっていう風にやってあげましょう。はい、そしたらここまでカウントでやっていきましょう。ここから例文 A 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 and 3 and 4 and 5 6 7 8 and 1 2 and 3 4 and 5 6 7 8 1 2 3 4 and 5 6 7 8 1 2 という感じになります。ここまで音でやってみましたよ。
は右足引いて出します。右足を出す、右足踏んで左右、はい、これに合わせて右手を右の肩に、左手を伸ばした状態でブンっていうふうにやって、ブンブンっていうふうに引いてあげます。その時に、右足と一緒に右手が開くイメージ。で今度はこの右手を上から、頭の上から持ってきて下げます。その時に腕をクロス、ブンブン、でこの右足を出すと同時にパッ、手を出してあげます。でそしたらここからの軌道、ワンツーワンエン、あワンエンツーっていう風に出してあげましょう。でその時の足見ていただきたいのが、出す膝を出すしまう、出すしまうっていう風になってます。出すしまう、出すしまう、出すっていう風になってます。はい、これノリですね。ああああ、さっきやったこの時の逆です。今回のポイントのまた難しいところがここです。動き回った後にハッ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 っていう風に乗ると結構休む間がないので頑張りましょう。で、ここワンエンツーエンスリーっていう風に3回外に出してあげる。ワンエンツーエンスリーエンで、エンで引いた時に次の動きに移るっていう風に覚えておいてください。で、手はどうなってるかって今の通りです。ワン、エン、ツー、エン、スリー、エンですね。手を下からくるっと回して上に伸ばします。そこからスーッと下げていきます。はい。で、3回目。で、4回目で足、膝をグッと入れてあげるときに手をグッと下げた手を持ってきてあげます。右のこの、あ、左かの胸の部分に持ってきてあげて、手をグッと出します。で出したところに今度は体を持ってきます。グッグッグッ、でここから今度は顔の位置に手が来ます。パッ、そしたらここからあの見た振りですね、右手を前下っていう風に2回出してみます。ノーンノーン、でそれに合わせて体、この足をシーソーみたいに乗せてあげる。でポイントはこの足の裏、トン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 ですね。僕のこの足をひたすらよく見といてください。この感じ、ギッタンバッコンで、膝のこの左の膝が特に大事で、ニュッハッ、しっかり曲げてあげますよ、ね、でここまで来たら体が下がっているところから上体が上がるので両手をグッと上に上げます。その時に手の甲と甲が向かい合わせる感じで、ここからグッとそれを解き放ってズベッポイント指さしてあげて下にドドドドドドと下がってあげる。ここまでがサビの振りになります。そしたら最初から、ここからドドドドドからやってみたいと思います。左足でついてボディバックウェーブ、右手肩左手伸ばした状態で回して、伸ばすか伸ばして、手を上から持ってきて足入れ替えて乗って乗って乗って戻して、これ3回目ですね。3、4、3円の時に足が入って出して顔、はい、でそこから乗って乗って、はい、ブワーンタッタッタドゥ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 ハートみたいなところの歌詞のところで多分パッやってドゥ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 で下に下がったりというところになります。音でやってみましょう。
飽きてきてよ、これ。ああ、気持ちいいと思う。そう。はい、皆さん踊ってみていかがでしたでしょうか。足やばくないですか。結構難しかったと思います。下半身にそのステップたちに注目して踊っていただきたいなというふうに思います。上半身をとりあえず使わずに、まずは足だけで踊ってみる。で、音のテンポに合わせて足を動かして下半身で踊るっていう練習をしてみてください。で、そこにこういう手がついてくると、少しずつですけどできるようになってくると思いますので、今回は、ね、レベル度は、ね、中の上ぐらいです。レベルは高めなので、反復して練習してみてください、リクエストや質問などございましたら下の方からよろしくお願いいたします。チャンネル登録がまだの方、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、それじゃあまたお会いいたしましょう。ありがとうございました。いやっ俺めいらしびきせんわあー気持ちいくもんせんそうだからめでぎとるブレイクアップガンゲットガンマッチ元でしゃけるじゃんフィンガーそのまんかもかほらなんかもいいばらけやこのせんきょうやあゆうたらぼんかそこまでそちちんな今とせのニュー